僕は知ってます。このチャンネルの視聴者は屋上制作が大嫌いだということを、なぜなら僕が大嫌いだからです。こだわり始めるとキリがなくめちゃくちゃ時間を使ってしまう割には、下から撮れば全く見えないため僕はいつも後回しにしています。ですがそんな屋上も作ってしまえば空撮ができるようになりますし、ちゃんとこだわれば上から撮っても映える建築になります。何より建物を完成させるためには必須の作業で、ちゃんと作らないと僕みたいに上から見たら真っ白の街になってしまいます。でもやっぱりめんどくさい。ということで、今回はできる限り手を抜きつつ、できる限り楽に屋上を終わらせる方法をいくつか紹介していきます。まず最初にそれぞれの装飾素材の大まかな作り方を説明し、その後その素材を元にした各タイプの屋上の作り方を説明します。なのでまずはこれから説明する屋上を埋めるための素材たちをオブジェクトとして軽く頭の片隅に置いといてください。多分結構長いと思うので、それは見ればわかるという方はとりあえず9分20秒までスキップすることをお勧めします。まずは棟や、これは大抵の建物にあると思ってください。マンション等にはない場合も多いですが、ビルならまず確実にこれに当たるものが存在します。この棟屋が何かというと、このように建物の屋上から突き出した部分のことです。ここから屋上に出られるようになってることが多いですね。ということは階段やエレベーターの真上に作るものということです。他にも機械室や倉庫として使われてたりもしますが、これはあまり関係ない部分ですね。作り方は簡単で、エレベーターや階段を屋上まで伸ばし、外装と同じ素材でそれを囲って箱を作るだけです。高さは1から3階分くらいになってることが多いです。配電盤やよくわからない配線なんかもつけてあげましょう。それからこれは後で詳しく説明するんですが、棟屋を大きめにすると作りやすさという面ではプラスになることが多いです。次にヘリポート。これは高層建築全般に使えます。建物の規模が大きくなればなるほどこれがある確率が高まります。レスキュー専用のものとそうでないものがあり、レスキュー用は正確にはヘリポートとは呼ばないらしいんですが、今回はまとめてヘリポートと呼ぶことにします。棟屋がある場合その真上につけるのが無難ですね。サイズは 10×10 程度のものが多く、大きくても 20×20 程度です。ヘリのサイズがそのくらいなんですかね。色は黄緑と黄色のテラコッタあたりが無難だと思います。次はみんな大好き航空障害灯です。夜間の航空事故を未然に防いだり被害を最小限に抑えたりするための赤いピカピカのことですね。高さが60メートル以上の建物には基本的につけることになっており、より高い建物は屋上のみならず150メートル未満の高さまで等間隔で設置することが義務付けられています。これはレッドストーン陶器を置くだけでもいいと思うんですが、夜景をより綺麗にしたいならレッドストーンブロックに松明を刺すか、テクスチャを作って光らせるかするのがベストだと思います。ただ基本的に昼間は見えない方がいいものなので、回路を作って夜になると明滅するようにするとよりリアルになります。ただこれもこれで実用性が皆無なので、結果的にレッドストーン陶器をつけるだけというのが一番無難なんですよね。要望があれば回路の作り方も紹介しようと思いますが、ちょっと離れるだけで使えなくなるし本当に無駄なのでいらないと思いますね。次に室外機、ダクト、配管です。おそらくこれが1、2を争うくらい面積が広く、かつ最もクオリティを左右する場所ではないでしょうか。ビルでも何でもとりあえず困ったらこれを置きましょう。GTA 5などの一般的なゲームの都市マップでは、2、3タイプの室外機をほとんどの建物で使い回してそれっぽくしてるだけなんですよね。最悪これを置きまくってればなんとなくそれらしいものにはなるということです。種類はいろいろあるし、縮尺や形状の解釈の仕方によっても作り方が違うのでいろんな人の作り方を見て参考にするのがベストだと思いますが、今回はそのうちの一つを実際に作ってみます。まずは薄灰色のコンクリート等圧器の安山岩ハーフで土台を作ります。安山岩ハーフの上に灰色のコンクリートで動画のように 2×2 の箱を作ります。その上に骨ブロックを置き、動画のようにレールを敷きます。その横に白色の板ガラスを置き本体は完成。後は背面を塀ブロックなどで任意の形につなぎ、ここまでのものを屋上にいくつか並べて屋上装飾として使いましょう。ちなみにこのレールを使う室外機の作り方は個人的にはあまり好みではないので普段はあまり使わないんですが、ほとんどの方はこのレールで室外機を作ってるので、迷ったらとりあえずこれを使っておけばそこまで大それたものになることはないと思います。それと室外機を目隠しフェンスで覆っていることもよくあるので、必要に応じてこれも使ってみましょう。次はキュービクル。キュービクルとは簡単に説明すると電気系統の設備ですね。ビルや商業施設などの屋上に置かれてたりします。キュービクルという名の通りまんま箱型で、室外機より楽に作れるので効率よく手を抜けます。作り方はまず玄武岩で土台を作り、薄灰色のコンクリートパウダーで作った 3×3 の箱をいくつか並べます。間は深層岩の丸石の塀で埋め、その上は石ハーフ、ついでに鉄格子も置いておきます。あとは表も裏もこんな感じに装飾し、深層岩の丸石の階段と鉄格子をつけて完成。次はメンテナンス用レールとクレーン、ゴンドラです。これはまとめて説明しますが、これらはビルの窓や外壁のメンテナンスをするために屋上に設置されているものです。屋上にレールとクレーンがあり、そこからゴンドラを吊り下げて窓の掃除なんかをするときに
使います。マイクラにもレールはあるのでそれをそのまま使ってもいいんですが、ここのレールの実物は横幅3メートル以上あるものが多いので、僕は塀ブロックなどで作ることが多いです。間は鉄格子で、このようなレールを屋上をぐるっと回るように作り、お好みでこのようなクレーンとゴンドラを置きます。このクレーンたちは塔屋の中に格納されてたりすることも多いので、レールを塔屋の中につなぎ、中にあるということにすることで制作を回避できます。次はかさ増し外装。これは勝手に僕がそう呼んでるだけなんですが、建物の高さを持ったり、ごちゃごちゃした屋上を隠したりしたい時に設置されるものです。作り方はまず外装部分のみそのまま1から3回分余分に積みます。このかさ増し外装がある場合、先ほどのレールはこのかさ増しの上に乗っかってることが多いので、このようにレールを設置し、レールの土台も塀ブロックなどで支えてあげましょう。必要に応じて安山岩の塀などでこのような支えをつける場合もあります。次は広告や看板です。これは主に繁華街の雑居ビルや高速道路沿いのマンションの屋上などにあるものですね。規模も形もデザインも様々。とにかく広告の体を成していて、ちゃんと建物に固定されてれば問題ないと思います。僕はちゃんと狙った位置から広告が視認できるかを意識して作っています。とりあえず建物の上に広告となる部分を作り、土台や裏側は塀ブロックや鉄格子でなんとなく支えられてる風に作りましょう。これで完成です。続いてソーラーパネルや謎の緑地。これは本当に手を抜きたい時かどうしても土地が埋まらない時などに使うと楽に土地を埋めることはできますが、使いすぎるとあまり生えなくなってしまうことが多いです。作り方はそのまま苔ブロックや草ブロック、土の道などを置くだけ。ソーラーパネルは日照センサーを置き、すべて1回右クリックします。これでいくらでも土地を埋めることはできますし、環境のためということにしておけば手を抜きたかったということはバレません。これの面積を増やしつつできる限りクオリティを下げないよう意識することが屋上 RTA のコツかもしれないですね。次はなんかすごい鉄塔です。通信関連のビルについてることが多いですね。これがある建物はあまり多くはないですが、街に1棟はあると嬉しい建物だと思います。あと単純に映えます。小さい方は簡単なので簡単に説明すると、これがこうなって、こうなって、さらにこうしたものにこうしてこれをこうです。これで多分大体分かってもらえたと思います。大きい方はちょっとめんどくさいです。まず屋上 20×10 の土地を開けておき、四隅に花崗岩の塀を置きます。そのまま上に9ブロック、そして四角にします。この四角の真ん中に薄灰色の板ガラスや鉄格子、安山岩の塀でこのような形を作り、これを上まで伸ばします。側面ですが、4面ともこのように花崗岩の塀を置きます。2ブロックずつずらすような形ですね。そしてここから外側に3ブロック、真ん中からも外に伸ばし、このようにつなぎます。角もいい感じにし、鉄格子で埋めます。花崗岩部分を戦力岩に変えたものをそのまま積み、さらにこうします。一番上はまず戦力岩の塀を6ブロック積み、四隅からこうするんですが、難しい場合これでもいいと思います。そして花崗岩の塀を3ブロック置いてこう、それを計算セット、鉄格子を3ブロックくらい置けば完成です。結構大変ですよね。でも作れば目立つ建物にはなるのでもし気が向けば作ってみてください。次に貯水タンク。これはちょっと古めのマンションや団地の屋上にあることが多いですね。最近はシステムが新しくなってどんどん減っているようです。戦力岩の塀、戦力岩のハーフ、キノコの絵、白色の板ガラス、鉄格子などを使って作ります。基本的にはなくてもいいものだと思いますが、マンションの屋上がシンプルすぎるのが耐えられないという方は置いてみてもいいかもしれません。続いてこういうやつです。名前は知りません。こういうやつです。高層マンションの屋上で困ったらとりあえずつけとけばいいやつだと覚えてもらえばいいと思いますが、ビルなどにも多少は応用が効きます。見ての通り、建物の柱部分から建物1階分の高さと同じだけ上に伸ばし、上の方で繋ぐだけ。簡単ですよね。高い方の場合、うまくいけばしっかりかっこいい建物になるんですが、応用するのが若干難しく建物によって合う合わないがある気がします。最後に鳩小屋や救助袋、非常用発電機などの細かい箱類です。なんか土地が空いてる気がすると思ったらこれをそのまま置きましょう。この辺りのものはどこにあっても大きな違和感はないです。なんか箱があるな程度の細かいオブジェクトたちだと思ってください。階段ブロックやハーフブロック、鉄格子などを使ってはいるものの、大部分はただブロックをいくつか積んだだけの簡単にできるものです。見たまんま作りましょう。パーツの説明は以上です。屋上製作に困ったらとりあえずここからパーツを有用してみてください。ここまでで説明した素材たちを組み合わせてカスタムしていくだけでもそこそこ屋上らしいものはできると思いますが、どうカスタムすればいいのかわからないという方向けにこういうカスタムがあるよといういくつかの屋上の系統を紹介します。その前にちょっとだけ広告です。マーケットプレイスに港未来不動産のワールドが登場。近未来風の都市ワールドを自由自在に駆け回ろう。さらに4つの資金付き、サイバー東京、統合版マインクラフトマーケットプレイスで販売中。港未来不動産。ここからはこれまで紹介してきた素材をもとに、屋上のカスタムの例をいくつか紹介していきます。まずは一般的な高層ビルの屋上をこれまで紹介したパーツだけで作ってみます。最初は塔屋選び、規模が大きい建物なら多少大きめにしておくと後が楽です。
ついでにヘリポートも設置し、ヘリポートから直接洞爺に入れるようにしときましょう。次に室外機回り、どんな室外機にするか選び、とにかく大量に並べましょう。ダクトや配管でちゃんと繋いでる感も出します。キュービクルや細かい箱類を余った土地に並べ、それでも土地が余るようならソーラーパネルか謎の緑地を並べることで気持ち程度の環境意識をアピールしましょう。次に外装のかさ増しをするかもっと楽に済ませるかなどを選び、合わせてゴンドラとレール意識を置きます。最後に航空障害灯などで装飾すれば完成です。なんかできそうな気がしてきましたよね。次にフルフラット系。ちなみにこれから出てくる名称は全て勝手に僕がそう呼んでるだけです。このフルフラット系は装飾のその字もなく、これまでの説明を全否定するかのような屋上ですが、小規模、中規模のマンションではかなりよくあるタイプです。屋上を埋め、天バブを作り、細かい箱類やソーラーパネルなどを置いて終わりです。規模が大きくないマンションはこれだけでも十分です。次は洞爺に全部詰め込んだ系です。洞爺を大きめに作り、その中に装飾の大部分を詰め込みます。屋上の上にもう一段あるみたいな見た目になりますね。洞爺じゃない部分にはレールなどを置き、洞爺の中はエレベーターの上あたりを塞いで残りに室外機セットやキュービクル、そして上にはヘリポートを設置します。室外機キュービクルセットの上は塀ブロックで塞げば完成です。次は逆にごちゃごちゃ隠した系です。建築税は何でもやたらごちゃごちゃさせたがりますが、現実では麻薬を美とする人が多いです。個人的にはこれは洞爺に全部詰め込んだ系の派生系だと思っていて、外装をかさ増しした上でそのかさ増しの中に全部詰め込みます。というか詰め込んだことにして大部分を塞いで隠してしまいます。そしたら隠してない部分の中に気持ち程度に室外機を作り、塀ブロックなどで閉じます。あとはこの上にヘリポートやレール、必要に応じてソーラーパネルなどをつければ完成です。作ったことにして隠す、最も楽な手の抜き方だと思います。続いてタワマン系。タワマンの洞爺はヘリポート付きのこんな形のものが多い気がします。それにこういうやつもつけて、必要に応じてレールと細かい箱類、小さめの室外機などを置いて完成です。ペンシルタワーなどの大部分はこれで作れるような気がします。次に緑地化系、中規模のマンションやビル、もしくは高層ビルなどに使えます。中規模のマンションなどであればそのまま草の道か苔ブロック、ソーラーパネルなどを置いて適当にブロックを散りばめれば完成。高層ビルならまず洞爺置き、かさ増し外装とレールセット、余った床の大部分を緑地化し、洞爺の上にはソーラーパネルをこれでもかと敷き詰めます。残りの部分に室外機セットやキュービクルを詰め込み、その上あたりは塀ブロックで閉じれば完成です。作業の大部分は敷き詰めるだけなので、結構楽な部類だと思います。次に雑居ビル系です。これは雑居ビル全般や中規模のビルなどに幅広く使える屋上で、基本的には標準ビル系と大きな変わりはありません。規模の違いくらいですね。まずは洞爺を置き、必要に応じて広告を設置します。余った土地には小さめの室外機を置けるだけ置きます。なんとなく繋がってそうな配管やダクトでごちゃごちゃさせて、残りの土地もキュービクルや細かい箱類でできる限り埋めます。とにかくごちゃごちゃさせましょう。次は尖らせるなどして回避系です。これは建物の高層階を特徴的な形にすることで、作るまでもなく屋上を終わらせるという方法です。虎ノ門ヒルズや国運タワーなどがわかりやすいと思います。ただこれは応用が効かないため説明もできず、かつこれをやるくらいなら普通に屋上作った方がまだ楽だと思うので、ただめんどくさいだけの方法です。でも一番映えます。次はアトリウムルーフ系。参考例が少ないので紹介しようか迷ったんですが、作るのはめちゃくちゃ楽なので紹介します。どちらかというとショッピングモールや美術館といった、高層ではないけど大規模な建築などについていることが多いんですが、吹き抜けのある高層ビルにもそのまま使えます。今回紹介するのは高層ビルの例です。まず吹き抜けの上を外壁素材で1、2階分くらい伸ばします。そして屋上全体を囲むように外壁素材かそれよりくらいブロックを置き、これも1、2階分くらい伸ばします。吹き抜け部分は青緑色のガラスブロックで塞ぎ、それ以外は灰色のコンクリートや青緑色のテラコッタなどで埋めます。最後にこういうやつを置き、残りの部分に細かい箱類やレールを敷いて完成です。ちなみに似たようなものとしては、吹き抜けではないですが GTA 5 の FID ビルにも屋上に屋根がついてますね。自分のビルを爆破する輩に侵入されたくないならつけない方がいいかもしれません。以上です。ここで紹介したタイプの屋上をそのまま使ってもいいんですが、今回紹介したものはほんの一例に過ぎないので、個人的にはこれを元に自分でカスタムしてもっとかっこいい屋上を作ってほしいですね。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。